あのいつも帽子を後ろにかぶってますけど、はい、どんなに眩しくてもやっぱり後ろですか？そうですね、もう子供の時からずっとやってきたんで帽子前にかぶるとちょっとその帽子のつばがなんか視界に入っちゃうとちょっと見にくいので、帽子はまあ大体髪を 目から避けるためにかぶってるだけで、別にファッションとかそういうものはあんまり関係ないです。そうですか。サングラスとかは？いやちょっと難しいですね、サングラスは。もうどんなに眩しくてもやっぱりそのまま。そうですね、まあこれ以上眩しくなることはほとんどないので、うん、まあこれでも大丈夫だったらなんとかなります。